バーチャルユリホン広場と名付けられたこの空間は、インターネット上に作られた仮想空間です。世界的に注目を集めているメタバースと呼ばれる技術を活用しています。利用者はアバターと呼ばれる仮の姿でこの場所を訪れ、提供されるさまざまな情報を見たり、実際に会話を交わすなどして交流することが可能です。由利本荘市商工会青年部では、この技術を活用し、地域や加盟企業の PR を行おうと、今回初めて挑戦しました。コロナ禍の中でですね、いろんな事業ができないのが何年も続いていたんですけれども、何か青年部としてなんか地域貢献できないかなというのをずっと考えておりまして、若い部員、青年部員がいろいろ育ってきて、メタバースというものがあるよっていう意見をいただきまして、チャレンジしてみようかと、みんなで盛り上がってここまで至ったというのが、経緯でございます。バーチャルユリホン広場は2月1日から一般に公開しています。実際の利用方法などについて教えていただきました。バーチャルユリホン広場への入り方ですが、まずはユリホン女子商工会青年部のホームページの方にアクセスしてもらって、で、すぐ下にですね、入場の、用のバナーを用意しています。このバナーをですね、クリックすると、通常のホームページのリンクのような形で新しいタブが開かれて、バーチャル空間への入場ができる形になります。まず入室した こちらエントランスになるんですけれども、一番最初にマップを設置していて、今ちょうどこちらですね、ど真ん中現在地にいて、ちょうどアクアパルがあって、右側に小吉川が流れていると、そこの、フィールドをイメージした空間を作っています。で、実際ここのエントランスは実際の場所をまず再現したような、そういう位置づけにはなってるんですけれども、実際ですね、4つの業種で分かれたエリアを用意していて、でそれぞれのエリアに行くと、その業種に、近いような商工会青年部の企業の紹介をしているというような空間の作りになってます。で、企業の紹介といっても、文章を書いてもやっぱりこの空間の中で見るの難しいので、ここではまずモニターを置いてホームページを写しているような、そんな感じですね。で、実際にリンクを開くと押すと、そこの会社のホームページに飛ぶというような形ですね。エリア4つに分かれているんですけれども、だいたい5、6社ぐらいずつで合計20社を紹介しています。はい。で、今中に入ってこう歩いて見てるだけなんですけれども、本来メタバースっていうのはコミュニケーションツールなので、いろんな入ってるアバターのと近づいてマイクをオンにして会話をして、そういうような使い方は、まさに現実世界と同じようなのがまず本来なんですけれども、そういう、慣れてもらうというか、体験してもらうというきっかけにでもなればいいかなと思ってます。はい。そんな感じですね。これになっていけるんだ。はい、そうですね。店員さんとして。これでコミュニケーションができる。できますね。実際にいわき町農園さんって何やってるんですかというような、どんなものを売ってるんですかというようなお話もできますね、世の中で。多分若い人とかゲームをやる人にとっては非常に取っかかりやすいというか、実際交流もできるので、例えば僕たち職業体験でいて、子どもたちにお仕事を教えたりとかっていう、そういう事業もやってるんですけども、そういったものももしかしたらできるんじゃないかなとか、夢は広がりますよね。はい。取材を行ったのは公開初日の翌日にあたる今月2日でしたが、その時点で延べ500件近いアクセスがあったということです。
特に何か基準があるわけではないんですけれども、ざっくり1日100人ぐらい見てもらえればいいかなという目標を立てている中で、出だし好スタートが切れているので、まあ、今後も楽しみだなと思います。由利本荘市商工会青年部によるバーチャル由利本広場は今月28日まで公開されています。